メダル大本美琴28年ロス五輪では不採用が決まっているブレーキンで男女のアベック V に挑む日本。ユアサが最高のバトンを男子勢につないだ。ユアサアミ25ダンサー名アミは2019年と22年の世界選手権を制覇。ブダペスト、ハンガリーで今年6月に行われた五輪予選シリーズでも優勝と前評判通りの結果になった。 ブレイキンは DJ のかける音楽に合わせて、即興で踊るのが基本ルール。今大会は1対1のバトル形式で争われる。技の要素は、1、トップロック、立ち踊り、2フットワーク、かがんで地面に手をついて行う足さばきやステップなど、3、パワームーブ、体の様々な部分で回転する動き、4、フリーズ、一連の流れから音楽に合わせて体、動きを止めること。 の4種類。選手はこれらをベースに自由にアレンジを加えていく。